藤山隆一氏藤山隆一氏は、鹿児島県鹿児島郡桜島町出身の元プロサッカー選手。ポジションは主にディフェンダー。小学校3年生の時に、兄の影響でサッカーを始める。1989年に、鹿児島実業校へ進学。1990年度の全国高校選手権で、準優勝。在学中。 鹿児島県選抜として3年連続で国体に出場した。この頃学んだスライディングに頼らずにボールを奪う守備が、後々ディフェンダーとして活かされることになった。同期に前園正樹を二田を広之。1992年に高校を卒業し、東京ガスに入社。ジャパンフットボールリーグ所属の同社サッカー部に加入した。午前にガスメーターの検診を担当し、 午後に練習をこなすという社員選手として活動を続けていたが、1994年からは J リーグ三角に向けて体制づくりを進めるチームの方針に沿ってプロ契約を締結。東京ガスにとっては初の日本人選手とのプロ契約だった。この頃までは MF としてプレーを続けていたが、1995年の中断期間中、 守備の安定を図る大熊清監督によって DEF にコンバートされた。この起用法が走行し、チームの成績は向上。藤山自身も1997年及び1998年のリーグベスト11に選出された。1999年には同年発足の J2 で準優勝。大熊からの信頼は依然厚く、2000年はチーム加入9年目にして、 トップカテゴリーの J1 でレギュラーとして出場を続けた。藤山は J1 の舞台でスピードあふれるドリブル突破やオーバーラップからのシュートを見せたいと意気込んでいたが、大熊の考えは J1 の相手に対しては藤山の守備での瞬発力が欠かせないというものであり、変則3バックの左ストッパーに配されるなど守備に重きを置くプレーを求められ、 持ち味の攻撃参加は影を潜めた。2001年末、古傷の右足首を手術。この影響から2002年は開幕戦に間に合わず、原博美新監督の就任もあって、左サイドバックの定位置を確保しきれなかったが、欠場選手の穴埋め役として、センターバックや右サイドバックなどでも起用され、プレーの幅を広げた。2003年からは、 金沢清の加入によって、センターバックに回る機会がさらに増したが、センターバックでもプレーすることで、選手寿命が伸びたと、前向きに受け入れ、鋭い読みと対人の強さを発揮。腹からも、守備のスーパーサブ。どこでもやれるありがたい選手と信頼を寄せられ、ベンチ入りメンバーには常に名を連ねた。2004年のナビスコカップ決勝では、退場処分を受けた DF ジャーンの穴を埋めるべく、 前半33分からピッチに入り、浦和の FW 陣を抑えた。得意のインターセプトによるパスカットもサエクラブの初タイトル獲得に大きく貢献した。2005年4月、50字陣体損傷によって離脱。古傷の右足首痛も続いていたが、シーズン半ばに復帰。故障者の相次ぐ守備陣にあって、自身の出場した終盤12試合は、 無敗で乗り切りチームを支えた。2006年の J1 第19節対福岡戦にて、J1 リーグ7年目にして初ゴールを挙げた。2007年からは、チーム最年長選手となったが、インターセプトは健在で同年のレギュラーを確保し、公式戦42試合出場を記録。2009年半ばからはベンチ入りメンバーから外れることも多くなり、同年10月に、 FC 東京から選手としての契約非行新と、クラブ内でのコーチ転身の打診を受けたが、体が動くうちは、現役選手でいたい、指導者として一つのチームしか知らないのはマイナスと、即座に現役続行及び FC 東京対談を決断。同年11月のナビスコカップ決勝では出番を得られず、ベンチからチームの優勝を見届けた。表彰式では、キャプテンマークを託され、 東京ガス時代からの名優、アサリサトルのユニフォームを着用して講談した。対談セレモニーにて、来期コンサドーレ札幌に所属する旨を表明。2010年は、J2 札幌でプレー。全力で練習に取り組む姿勢は、札幌でも変わらず、石崎信弘監督からは、相手より先に体を入れたり、体をうまく当てたりという駆け引きがすごく、うまいと評価され、CB あるいは、 右 SB として徴用された。同年4月の j に第9節甲府戦で公式戦500試合出場を記録。鋭い読みと相手を巧みに抑え込むマークで、守備陣を支え、チームメイトの岩沼俊介からも、高さがない自分のお手本と信頼を寄せられていたが、一年限りでの代弾が発表された。二千十年をもって現役を引退し、二千十一年から FC 東京。 普及部コーチに就任した。同年 JFA 公認 B 級、コーチ養成講習会を受講し、翌2012年にライセンス取得。2015年 A 級、ジェネラルライセンス取得。ありがとうございます。